第二次ディープボトムの戦い、ニューマーケット道路の戦い、ベイリーのクリークの戦い、チャールズシティ道路の戦い、ホワイトの酒場の戦いと、様々に呼ばれるは、南北戦争中の1864年8月14日から20日、バージニア周辺ライコ軍のディープボトムで起きた、戦闘である。6月に始まったピーターズバーグ包囲戦の中で起きた、 8月13日から14日にかけての夜、ウィンフィールド、スコット・ハンコック少将の指揮する軍隊が、ディープボトムでジェームズ川を渡り、アメリカ連合国の首都リッチモンドに脅威を与え、ピーターズバーグ、ザンゴー、およびシェナンド渓谷から南軍をおびき出した。8月14日、北軍第10軍団が、ニューマーケットハイツに接近し、一方、第2軍団が、 ベイリーのクリークに沿って右翼に北軍の前線を伸ばした。この夜、第10軍団がファッセルのミルに近い北軍右翼に移動した。8月16日、北軍がミルの近くで攻撃して、当初は成功したが、南軍が反撃して北軍を撃退した。数日小競り合いが続いた後、8月20日夜に北軍はジェームズ川の南岸に戻った。 南軍は北軍を追い返すことで脅威をさらせるという目標を達したが、北軍が期待していたようにその勢力を3回させられることになった。ディープボトムとは、リッチモンド市からは南東に11マイル、ヘンダイコ軍を流れるジェームズ川沿いで、ジョーンズネックと呼ばれる馬蹄型をした、屈曲部近辺を地元で呼ぶ名称だった。この地点で川底が深かったのでこう呼ばれていた。 川の南岸にあるバミューダハンドレッドからは都合の良い都価地点だった。北軍ユリシーズグラント中将は1864年6月15日から18日に南軍の防衛線に対する最初の攻撃をかけ突破に失敗した後ピーターズバーグ氏の包囲を始めた。北軍の騎兵隊がピーターズバーグに至る鉄道を遮断するために 6月22日から7月1日に、ウィルソンとカウツによる襲撃を行う一方で、クラントとその配下の将軍たちは、ピーターズバーグの要塞に対する襲撃を再開する、作戦を練った。7月27日から29日の第一次、ディープボトムの戦いで、クラントは、ハンコック少将とフィリップ・シェリダン少将の指揮下に、リッチモンド氏と鉄道に供与を与える遠征に送り、南軍を、 ピーターズバーグの防衛線からおびき出すことが期待された。北軍の不評と騎兵の軍隊は、ベイリーのクリークとファッセルのミルで、南軍の防衛線を突破できずに後退したが、一時的にピーターズバーグを守る南軍の戦力を減らすという目的は達した。ピーターズバーグに対して立てられた作戦は7月30日に決行されたが、そこで起こったクレーターの戦いは、 グラントの部下たちの判断の誤りが重なり、大きな損失を出して、北軍の大敗となった。北軍がクレーターの戦いで敗北したのと同じ日、シェナンド渓谷から出て行った南軍のジュバル・アーリー中将が、ペンシルベニア州チェンバーズバーグの町を焼き打ちし、メリーランド州やペンシルベニア州の町々、さらにはワシントン DC に対する脅威となった。 南軍ドバートイリー将軍は、グラントがアーリーに対抗して行うであろう、行動を心配していた。実際に、グラントは8月第1週に、シェリガン将軍を統合した、シェナンドー軍の指揮官に指名し、約4万名の軍勢で、アーリーに対抗させた。リーは、リチャード・エイチ・アンダーソン中将軍団の、ジョセフ・ビーカー少将賞の不評師団と、フィッツ・ヒューリー少将の指揮する。 騎兵士団をカルペパーに派遣し、アーリーを支援するか必要に応じて、リッチモンド・ピーターズバーグの戦線に呼び戻すことのできるようにしていた。グラントはこの動きを誤解し、アンダーソンの全軍団がリッチモンドの付近から外れたと考え、ジェームズガーの北には約8,500名しか残っていないと見ていた。グラントは再度南軍の首都リッチモンドに兵を進めて見ることにした。 これはアーリーを支援する援軍を防ぐか、あるいは再度ピーターズバーグの防衛戦の戦力を薄くする効果があると考えられた。この遠征ではハンコックがこの時も上級召喚だった。8月13日、デイビッド・ B ・バーニー少将の指揮する第10軍団、デイビッド・グレッグ准将の騎兵士団、及びハンコックの第2軍団砲兵隊がバミューダ・ハンドレッドから ディープボトムまで船橋を渡った。一方、第二軍団の残りは、ハンコック軍がシェリダンの支援のために北に派遣されると南軍に思わせる策略を実行していた。うだるような暑さの中をシティポイントまで大変な行軍を行った後、その間に多くの兵士が熱射病で倒れており、船に乗せられてチェサピーク湾の方向に送られたが、その兵士の多くは、 実際の目的地を知らなかった。その船体の後をタグボートが追いかけ、新しい命令を持ってきたので、輸送船は方向転換し、8月13日から14日の夜にディープボトムで第2軍団を下ろした。その上陸は管理がまずかったので、スケジュールより遅れた。グラントの参謀は、必須の深い蒸気船を扱える適切な桟橋を用意していなかった。 第2次ディープボトムの戦いの配置南軍北軍、ハンコックは8月14日に指揮下の部隊すべてが、ジェームズ川を渡り終えた後、バーニーの第10軍団を左翼に、ガーショムモット巡将が指揮する自身の第2軍団内3師団を中央に、フランシス・シーバーロー巡将の指揮する第1及び第2師団を右翼に配置した。バーニーは、ニューマーケットハイツに、 G 行動を行うよう命令され、その間に第二軍団が南軍の左翼に回り込むこととされた。モットはニューマーケット道路をリッチモンドに向かって前進し、バーローはダービータウン道路沿いのファッセルのミルを攻撃し、グレッグの騎兵隊が軍の右側面を遮蔽し、リッチモンドに駆け込む機会を伺うこととされた。バーニーの軍団はキングスランド道路でうまく、 将兵を追い返したが、ニューマーケットハイツの防御工作物で停止させられた。第二軍団の各部隊はゆるりと配置につき、熱射病による多くの死者を出していた。バーロー隊がロングブリッジ道路の北、ダービータウン道路沿いの射撃号に入った南軍と接触したのは8月14日正午になってからだった。バーローたちは南軍の強力さに驚かされた。 バーニーとモットの前線では、南軍チャールズ W フィールド少将の指揮する一個、師団全体が、残豪に入っていた。チャフィンの崖は、カドマス・エム・ウィルコックス少将の師団が守り、援軍が到着していた。暑さの中で、バーロー隊が、ゆるりと接近したので、南軍は、ファッセルのミルがある地域を、榴弾砲隊とジョージ・ T ・アンダーソン巡将の、ジョージア旅団で補強する時間があった。 ハンコックの考えでは、バーロー隊が主たる攻撃部隊になるとしており、ダービータウン道路に沿って十分な戦力を当てるように指示した。バーローはその代わりに幅広い前線を形成したので、その一端はモット隊の右翼にまで達した。この広がりと深い森を抜けて前進しなければならなかったために、バーローの2個、四段1万名のうち、ファッセルノミルを攻撃したのは、 単一旅団に過ぎなかった。この部隊は、ファッセルノメルで、南軍マーティン W ゲイリー順将の騎兵2個連隊を追い払うことができたが、アンダーソンの旅団がその部隊を撃退した。フィールド隊がアンダーソン旅団の右翼についた時、バーニー軍団の前の戦線が弱くなった。その軍団は前進して、南軍の残酷のいくらかを占領し、大砲を4本旅獲した。 北軍の攻撃は害して不成功だったが、グラントが望んだ効果のいくらかは上げていた。リーは、リッチモンドに対する脅威が深刻なものだと確信し、前線の部隊を動かし始めた。ウィリアム・マホーン少将の師団から不評をコ個ョ団と、ベイド・ハンプトン少将と WH 会、ルーニー、リー少将の騎兵師団を派遣した。グラントはハンコックに、8月15日に攻撃を、 再開するよう命令し、ハンコックは南軍の左翼に圧力を加え続けることに決めた。バーニーの軍団には夜間に動いて、バーローの前線の端に加わるよう命令した。そのヤウが降っていたが、うだるような暑さが続き、バーニーの軍団の3分の1以上が倒れて離脱した。バーニー軍団の移動は難しい地形のために遅れ、8月15日のほとんど1日を、 費いやしたので、ハンコックが早朝に攻撃をかけるという作戦は中止された。部隊は午後1時頃にファッセルのミルに到着し、兵士が抗軍の後で休養している間、この日の午後を使って偵察を行わせた。その後、バーニーはその日に攻撃をかけるには遅すぎると判断した。8月16日早朝、グレッグの騎兵隊が右翼に回ってグレンデールに行き、 その後、チャールズ式道路をリッチモンドに向かう北西に進んだ。この部隊は、ルーニーリーの騎兵士団が道路を塞いでいるのを見つけ、終日戦闘が続くことになった。北軍の騎兵隊が南軍をホワイトの酒場まで押し返したが、最終的にはフィッシャーの農場まで押し戻された。南軍ジョン・アール・チャンブリス准将がこの戦闘で戦死した。 第10軍団の不評部隊がこの日は、良いスタートを切り、アルフレッド・ケリー殉将の師団が、フランシス・ベーツ・ポンド大佐の旅団に先導され、南軍の戦線を突破した。南軍で殉将に昇進したばかりだったビクター、ジラーディが指揮したライトの旅団が激しい打撃を受けて、後退し、かなりの隙間を開けてしまった。ジラーディは、ジョージア第十四連隊の軍旗を振りかざしている、に、 頭に銃弾を受けて戦死した。フィールドアートに、その日だけでなく、リッチモンドまでがやられたように見えたと記していた。森が深かったので、バーニーもハンコックもかなり有利な位置まで到達できていたことが理解できず、それに付け込めなかった。その間に、フィールドがその前線を整理し直して、隙間を埋め、北軍を押し返した。南軍ウィリアムシーオーツ大佐が、最初の反撃で、 アラバマにコ連隊を率いていき、負傷した。この時までに、ロバート・イ、e ・ーリーが、ジェームズ川の北岸に来ており、戦闘の様子を見ていた。8月17日には、戦闘がなく、両軍が死傷者を引き取るために急戦となった。リーは8月19日午前11時から、北軍右翼に対して反撃する作戦を立て、騎兵隊がチャールズシティ道路を進み、 不評部隊がファッセルのミルを攻撃することとした。これらの動きは協調が取れておらず、騎兵隊が動き出した時には午後5時になっていた。暗闇になる前に、騎兵隊も不評隊も、そこそこの成果も上げられなかった。その夜、ハンコックが第二軍団の1個師団をピーターズバーグに戻して、残酷戦に入らせ、一方、他の部隊はそこから、市の南にある、 ウィルミントンウェルドン鉄道での戦いに発見された。8月20日夜までに、ロバート・イーリーからの動きがなかったので、ハンコックはジェームズ川を越えて、軍を戻らせた。脅威を与える配置が何日も維持され、いくつか小競り合いがあり、相当に厳しい戦闘もあった。両軍ともに墓ばかしい成果はなかったが、その谷にはこの期間にそれ以上援軍が送られることは、なかった。 ユリシーズ・グラント中上北軍の損失は約2900名であり、その中には熱射病によるものもいた。南軍の損失は約1500名だった。ウェストポイントの陸軍士官学校でジョン・ R ・チャンブリス准将の給油だったクレック将軍がチャンブリスの意外の世話をさせ、それを戦線の向こうのチャンブリスの未亡人の元に届けさせた。 第一次ディープボトムの戦いの時と同様に、南軍の小さな防衛軍に対する北軍の襲撃は失敗した。しかし、この捜査でリー将軍は北軍の前進に対抗するためにピーターズバーグとバミューダハンドレッドの軍勢を派遣するしかなく、シェナンド渓谷のアーリー軍を支援することもできなかった。ありがとうございます。